皆様こんにちは。ファンパスアートのいろはです。今日はパステルアートで内輪を描いていきたいと思います。使用するのはこちらの100円ショップで売られています18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきたいと思います。型紙用の画用紙に内輪と金魚、水草、あとはこちらは朝顔の花と葉っぱ、これは小さな丸と内輪の線を入れるのに直線を描いています。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきたいと思います。カッターで切り抜くことができました。これらは使いやすいようにそれぞれハサミでカットしておきます。それでは内輪を描いていきたいと思います。こちら切り抜いた外側をお好きなところに当てて動かないようにテープで固定しておきます。切り抜いた内側を2つに切り分けます。この状態でさらに固定して、こちら持ち手の部分に色を塗っていきます。パレット用の白い紙の上にこちらイエローオーカーを削って粉にします。コットンを四つ折りにして内側に色を塗っていきます。さらに茶色も少し加えたいと思います。内側に色が塗れたらこちらの直線の型を使って線状に色を抜いていきます。少しずつ型を動かしながら内側の色を消していきます。持ち手の部分に色を加えます。ここまでできたら先ほど切り抜いた型を上に当てて固定しておきます。それでは内輪に絵柄を描いていきたいと思います。最初につけていた型を外してこの部分に金魚を描き入れていきます。パレット用の紙の上に緑、黄緑、水色、青色、赤色を削って粉にしておきます。それでは内輪に全体的に水色を塗っていきます。後ほど金魚を描き入れますので金魚を描き入れる予定の部分には少し色を薄めに入れておきます。輪郭のあたりに青色を足しておきます。続いて水草を描き入れます。こちらの型を使ってお好きなところに合わせて内側の色を消しゴムで消します。型の内側の色を消して黄緑色や緑色を塗り足していきます。はい、水草はお好きなところに型をずらして増やしていきます。水草を描くことができましたら続いて金魚を描いていきたいと思います。金魚の型を合わせて内側の色を消しゴムで消してさらに赤色を塗っていきます。同じようにしてもう一匹も描いていきたいと思います。金魚を描き入れることができました。続いてこちらの丸型を使って白抜きしていきます。好きなところに型を合わせて内側の色を消しゴムで消しています。大きな丸は青色を型の内側に塗って少しアクセントにしたいと思います。型の内側の色を抜いたり内側に色を塗り足したりして模様を描いていきます。はい、内輪の模様が描けましたので型を外したいと思います。内輪を描くことができましたので背景に朝顔を描いていきたいと思います。朝顔の型を好きなところに合わせて内側に色を塗っていきます。ピンク色と青色にしたいのでピンク色をさらにパレットに削っておきます。型の内側全体に色を塗っていきます。内側に色が塗れましたら朝顔の切り抜いた内側こちらを
星型のような形で下書きしていますが、こちらをカッターで切り抜いて白く消しゴムで内側を消していきたいと思います。はい、内側を切り抜くことができましたので型に合わせて固定したいと思います。型に合わせて固定したら消しゴムで先ほど切り抜いた部分を白く消していきます。はい、白く消すことができましたら朝顔の葉っぱを書き入れます。型を合わせて内側に緑色や黄緑色を塗っていきます。型をずらしながら好きなところに葉っぱを増やしていきます。葉っぱを描くことができましたらパステルの角で直接茎やつるを描いていきたいと思います。これは色鉛筆でも構いません。背景に朝顔を増やしていきます。はい、朝顔を増やすことができました。背景の空いているところにイエローを少し塗り足していきたいと思います。はい、それでは周囲のテープを剥がしていきます。はい、これで内輪の絵の完成です。内輪に模様を描き入れるところは少し細かいですがとても楽しい作業となっています。皆様もぜひチャレンジしてみてください。